はい、どうも、スリビーストの熊岡です。今回も最新作のホラーゲームやっていきたいと思います。えー、今回のゲームはグランドフロアというゲームですね、えー。2021年5月4日にダウンロード開始されたゲームとなっております。海外のサイトでダウンロードしました。まあ、早速プレイしていきましょうか。で、えー、まあ、あなたは兵士です、みたいな感じで。ちょっと待って。あー、何今、オルゴールか はいはい。これがエレベーター。で、そう、私は兵士ですって言って、病院に閉じ込められてるみたいなんですよね。なんですが、ちょっと感度下げていいかな。あ、これぐらいがいいかな。この絵の具はで、えー、イベントリーの中にオルゴールの、まあ、オルゴール自体と鍵。あとなんだこれ。わかんないな。あとは、オルゴール回したとき、回す、 音が実際鳴るあの金具みたいなあこれかなこれ使えんのかあなんだこれあいけんくなったいけんくなっちゃったぞこれはあ解いた解いたなるほどね オルゴール鳴らすと入れる部屋入れない部屋が出てくるのかなこれなんだメディカル一旦まあここの部屋これ使えるのかあこれだあーいけるなるほどあで鍵2個目ゲットしましたね 手形があるなでこの家から脱出するかしないかそれを選択はあなた次第ですみたいなねはいはいはいなるほどで鍵をゲットすればエレベーターから脱出できるってことかえー、っと特に何もなさそう まあ、いろんな部屋が開けらんないな。またこれあれかなオルんオルゴールを使いながらじゃないとダメなのか。注射器がめちゃくちゃ。あ一応病院だからか。あこれだ。このオルゴールを使うと。あ天秤ちゃんだ。あなんかこれ天秤やるのかな これ使ってみるあ光り始めたぞあ。なるほど。これ石だ。あ、二つ目あるね。なるほどね。さっきの石みたいなのもあったな。もう一個。えーと、こっちだ。あ、これこれこれ。 あ、取った取った。はいはいはい。いや、いいなヒントは何もないけどね。ん扉が開いた音がした。あ、鍵だ。OK。これで、次の回に行けるのかないや、なんかギミックが面白いですね。 なんだこの美味しくなさそうなお料理はでまたんヒューズボックスが電気漏電あっちょっと待って痛いぞ痛いぞもう使うのか痛いぞ なんか、書いた、書いてあるな。using the box, a n d the new song.You can pass the door, you never call, c r u d ちょっとこれ翻訳しようか。これちょっと前の話か。一個前のフロアの話か。うまく翻訳機が機能しなかったな。こっち使ってみるか。いけるところが、 痛いねここら辺にオルゴールのあれはねえのかここが開かないことには多分行ったら死ぬよな向こうずっと漏電してんだもんね鍵あ行けんくなった。 だなあいけるあ、来たってことはこいつ使って<あ>使えんぞ使えんぞこれ一旦貝 解除してとりあえずねでこっちかお漏電が切れた切れたっていうか今この間にこれは鍵を探すのかなあったあれあるよね鍵 あ,る、ね、あとだととととなるほど面白いねこのオルゴール的なやつこれでいけるのかなお。次のフロアこれなんだゴールかゴールっぽいな おーグランドフロアいやなんかギミックとしては面白かったね。ショートホラーゲームではありますけど、あのーまあ、脱出ゲームとしてオルゴールを鳴らすものによって行ける場所あーとあとは、まあ、さっきの漏電のとこかな漏電が解除されたりとかっていうギミックかなこれさらにもっとさ例えば複雑にね、うん、オルゴールを 組み合わせてこれをやって、この次このオルゴールでっていうフロアが出てきても面白いんじゃないかなと思いますね。これはね、あのー、いいギミックのホラーゲームかなって今思いました。ああ、いいですね。はい、ということで、今回はショートホラーですが、楽しかったです。グランドフロア、今回はこの辺で終わりです。